サクタ、準備できた？そろそろ行くわよ。ちょっと待ってください。何やってるのよ。すみません、いろいろと準備があって。じゃあ舞さんにはこれ。え、何よこの紙袋。何って、バニーガールの衣装ですよ。今日はパーティーってことなので、パーティーといえばバニー、バニーといえば舞さん、舞さんといえばバニー、バニーといえば舞さん。バカなこと言ってるとバカになるわよ。だいたい仮装パーティーじゃないんだから、バニーガールの衣装なんて着てきてる人いるわけないでしょ。絶対います。ちょっと客席見てきます。バニーガールの服を着てる方、手を挙げてください。着てる人はいなかったんですけど、心にバニーガールを飼ってる人がたくさんいました。今日集まってくれたみんなに楽しんでもらう会なんだから、私の格好は関係ないの。何言ってるんですか。舞さんのバニーガール姿を見て楽しい気持ちになれないやつなんてこの世にいないですよ。そんなの作田以外に見せられるわけないでしょ。なるほど、やっぱり舞さんは僕だけのものか。もう本番直前なんだからちゃんとしなさい。ちゃんとしたら舞さんからご褒美がもらえるんですよね。嬉しいな。はいはい、今日一日ちゃんとできたら考えてあげる。本当ですか。それじゃあ行くわよ。はい。皆さん、今日は青豚のイベントにお集まりいただきありがとうございます。今日は思いっきり楽しんでいってくださいね。